上田市民の通勤通学の移動手段。通勤通学だけなんですが、自家用車が断然多いようです。自転車もちょっとあって、鉄道も少しありますが、自家用車があんまり多いので、ここで切って先をつなげてないので、私が加工してつなげてみました。こんな感じです。 70% 以上の人が自家用車で通勤や通学をしています。上田市民の車の所有台数を人口で割ってみました。上田の統計というデータのサイトがあるので、そこで調べて出してみると 1.2 人に1台。そんなにか、そんなに持ってるんですかね。赤ちゃんも含めてです。これは上田は自家用車で暮らしやすい町なんですね。もうこれでいきましょうか。最近話題になったアンケートです。上田の高校生はどうやって通学しているでしょう。これ上田市が昨年2月に調査したものですが、 55% の生徒が家族に送迎してもらっています。これあちこちで話題になっていて、へえって反応する方がとても多いです。で、私たちは最近断熱ワークショップというのをサポートしたおかげで、染谷岡高校の生徒会と仲良くなりましたので、生徒会の協力で全校生徒にアンケートを取ってもらいました。161人が回答してくれました。主な通学方法は何ですか。ほとんど 54.4% がバス、鉄道を利用してるじゃないですか。家族等による送迎は 9.4%、なんか上田のデータと違いますねと思って、このみんなに聞いてみました。公共交通使ってるみんなに、最寄り駅やバス停まで家族に送迎してもらっている人いますかと聞いたら、そのうちの 72.4% の人が、はい、送迎してもらっていますということでした。公共交通を使うために家からバス停や駅までの送迎だったんですね。ということで、その、9.4% は家から学校までの送迎です。そのみんなと、駅やバス停までの送迎を合わせると 48.7% の生徒が家族、ほぼ毎夕家族の送迎を受けています。いろいろアンケート取りましたので、どう思ってるって聞いたんです。この送迎について、結構多かったのが楽で助かっているというのが結構多いです。でも2番目に多いのが家族に負担をかけて申し訳なく思うということでした。このアンケート結果、上田ビジョン研究会のホームページで公開したり、今日お帰りになって、後日またデータをお送りしますので、ご覧になってみてください。そもそもですね、自家用車ゼロカーボン的にはどうでしょう。よく飛び恥なんて言って、飛行機に乗らないようにしようって言いますけれども、 CO2 を削減するために。ところが自家用車の方が一人の人を 1km 運ぶのに出る CO2 は多いんです。 130g、 飛行機は 98g、 バスは 57g、 電車は 17g。 脱炭素も進めていかないといけないです。上田市の CO2 排出量が最も多い部門、これは環境省の自治体カルテで出してみました。運輸部門が一番多いです。 32% 気になるデータもあります。道路と公共交通の関係です。これ別所線の乗客数、1975年頃から2015年頃までのデータです。こんな風にデコボコデコボコして減ってきています。ここで急激に減っている部分があります。ここは上田新橋が開通し、上田大橋を含む上田榊バイパスが開通したのが2000年頃、その頃に急激に減っています。さて、人口が減っても高齢化でも持続可能な町上田を作るには何から手をつけたらいいでしょう。
今日基調講演をいただく宇都宮清人先生はこんな風に表現されています。交通が先か、まちづくりが先か、鶏と卵の関係、まずは卵をたくさん産んでくれる鶏を育てよう。というわけで、今日の交通まちづくりシンポジウム、これらのデータを前提に話を進めていきたいと思います。さて、まず最初に宇都宮先生の基調講演です。ご紹介いたします。先生、どうぞお上がりください。関西大学経済学部の教授でいらっしゃって、1984年に日本銀行にいらっしゃったんですね。なんとか長がついてます。鉄道復権、路面電車ルネッサンス、地域公共交通の統合的政策、地域再生の戦略、交通まちづくりというアプローチなど著作がたくさんございます。ではこの後、宇都宮先生に基調講演お願いいたします。宇都宮です。私はまあこういうことになってるんですけれども、まあ、でなんか関西の人間かなっていう感じがあるんですけれども、これはこちらかな。そうですね、はい、実を言うと私育ったのは茨城県なんですね。水戸市、日立市、いわゆる本当に上田と同じ地方都市に育ってました。で本当にもう地方って感じになったんですが、その時ただ割に信州と同じ地方でも結構なんか洗練されたイメージがあって、茨城って大体ブランドイメージ最下位みたいなところいつもいたの、信州っていいじゃないですか、でどんなとこかなって一回僕高校と来たことありますよ、というところでなんかいいなと思っていたら、まあその後も何度か旅行はしましたが、一昨年藤川さんのこういうお話を機会にお付き合いができましてですね、とっても気に入っちゃいまして、私もまああのあれですね、太陽ソーラーのパネルのあれにもなっちゃったんですけれども、今日はその縁もあって交通まちづくりで上田リバースと、まあ私としては上田もリバースだし、地方がリバース、そして日本がリバース、そんなイメージで今日は上田から地方から日本に情報を発信できればというつもりなんですが、結構たくさん資料作っちゃいました。張り切って大体1時間しゃべるやつをねギュッとしてたんで、結構早口でいくと思います。すいません、よろしくお願いします。で、なぜ交通まちづくりか、もう今の話があったのでここは省略しますが、上田は皆さん自動車使ってますが、一つなかったことで言えば、もちろん車便利ですけれども、実は運行本数が少ないからって人が2割いるんですね。2割の人は運行本数良ければ使うんですよ。この辺にまず潜在的なものがある、これを知ってください。そして、まあ、先ほど自動車の送迎の話も出て、私は全くその話を知らずに、こんなんなんだとかびっくりしたんですけれども、まあ、本当にこんなことをやってたんでは若者が逃げて、これは上田ではなくて丹波篠山です。調べてみる、丹波篠山の村上忠勝の病床っていう、この人はなんか小さな家庭にいらしたんですね。ということで縁がありそうだと半分こじつけましたけれども、丹波篠山に私行ったんで調べたところ、やっぱりですね、18歳から39歳でも住み続けたくないと、なんでやと言うと、やっぱ交通の便が悪いからトップになる、まあ、こういうところを考えていくと、やっぱり本当に地方圏、まあ、大都市の中間もそうなんですけれども、地域の衰退っていうのはみんなが車に乗っちゃうよね、その結果公共交通が衰退していくよね、しかも公共交通って民間事業者だから、まあ、今日来てらっしゃいますけれども、それは人が乗らなくなるよ、儲からないからサービスカットするよ、そうするとますます使えなくなるよね、本数なくなるよね、車しかなくなるよね、じゃあ自動車必要だよね、都市がスクロール化していくよね、道路必要だよね、財政悪化していくよね、それでいて結局若い人住みたくないよね、みたいなことになっちゃっていけないよ。けどまあその鶏か卵どっちかありませんけど、少なくともまあ地方都市、上田市人口16万過疎だと思わないでください。これから話しますけどね、ヨーロッパで人口15万とか言えばですね、大都市ですよ本当に。そういうとこであれば、実はこの悪循環を好循環できる、じゃあどこからやるか、いきなり車やめろとは言えないし、いきなり街をコンパクトにもできないけれども、多分交通っていうものをきっかけにする。交通って結構誘導策、しかもただですね、最近流行りのあれ
レールを守ろう、ちゃっとダメだと。守るだけじゃない、魅力を向上させること。ということで、そのための交通まちづくり。そして交通まちづくりっていうのはやっぱり方法的政策ってややこしいことを使ってますから、どういうこと？まあ、まちづくり、まあ、これはもう定義なんで、太田先生が言った話、社会になる、社会を見据えたまちづくり、住み分けと共存、そして、まあ、市民に移動に対する多様な選択を提供するというのは私の理解なんですが、まあ、こういう交通、まち、まちなみにひらがなのまち、どういうか、単に道路を作る、建物を作るんじゃない、むしろまちづくりっていうのは、もちろん住み続けられるまちづくりなんだけれども、それ以外にもエネルギー問題にも寄与する、気候変動も寄与する、やっぱりみんなが公共交通を使うようになって機関用車に過度に移動しなくなければ、エネルギーも気候変動にかかるのみならず、やっぱり、まあ、今日事業者来てらっしゃる、事業者はなんかコストかかるねって言うと、そこで働いていらっしゃる方は一番の方です。車に乗ってガソリンをどこかの国から輸入して、どこかの大型ショッピングセンターに行って、お金が地域に回らないことは違うっていうことも含めて、成長雇用の源泉にもなるし、教育、それさっきありましたね、本当に交通の便次第で学校選択が限られる、これ本当にあります、茨城なんかでもありましたよ、はい、という感じです。あと保険、健康、どうですか皆さん、これは群馬県の通知では人口の4人に1人は100メートル先行くコンビニも車で行くって言ってるから、やっぱりそれって健康良くないよね、いや良くないと思います。で、健康に良くない医療費がかかると結果的にコストがかかりますみたいな SDGs 絡みのことも、実践をどこからやるかって皆さん悩んでらっしゃる、バッジはつけてるけれども、じゃあ交通やってみようよと、本当に歩いてみようよと、バスで通おうよ、電車使おうよ、なったら多分それだけで大きな実践になると思うんですね。ってなことで行くわけですが、まあ、コンパクターのネットワークっていうのは、まあ、政府もそれを分かっていて、こういうコンパクトシティ戦略を推進してます。これはまあ政府 のパワポなんで字がちっちゃくて、後で見てみてください。で、上田市の都市交通計画マスタープランにもちゃんと書いてある、拠点集約型都市構造の実現を向けた公共交通充実、非常にありがとうございます。ただこれコロナの始まった頃なんで今違うかもしれないんですけど、これまあ郡山の上田より大きいんですけど、市長さん何言ってるか、いやちょっと3密だからやっぱコンパクト式まずいんじゃねえのとか言い始めてる人がこの頃出てきて、ちょっと待ってよみたいな感じなんですね。ちょっとキロとセンチのなんか単位違ってないって感じなんですが、ただ地方にいらっしゃるとそういう感覚はあるんでしょう。市長おっしゃる、地方でやっぱり車の利用が定着している、さっきの上田もしかりっていうのを記者は聞くわけですね。けど高齢になった人とかどうするんですかってこの市長に尋ねたところ、この市長の答えが、いや将来自動運転が普及すれば免許を持っていない人もより日常的に車で移動できるようになると、というのがこの新聞記事の内容であります。まあ、そこまでかなと思いつつも案外そう思ってる人多いんですよね。で、いろんな会議に出てもやっぱり自動運転でしょう。はい、自動運転だいぶ進んできました。今レベル4を記録超えようとしているけど、まあタイトル出しちゃったんですしてませんか。実を言うと自動運転レベル4まで来た、じゃあレベル5がすぐか、全然違うわけです。お年寄りが家でこもらざるを得ないけど、ある日スマホでピッてやったら車が自動的に家の前に来ていて、お店とコンビニと八百屋ってとこ自動運転で連れて帰る、これはレベル5です。多分専門家でも10年ではとてもできない、なんか4まで来たんであと5がすぐみたいな。こうやって思考停止に陥ってしまうと交通まちづくりでも何でもなくなってしまう。だから本当に実践はもっと考えなきゃいけないんだということですね。じゃあ何を実践するんですかっていうことで、車以外でですけど、まあ小枝もそうでした、この間来た時も本当に夕方ものすごい軽を中心として車ぎっしり渋滞してる、あの人たちが道路歩いてくれたらにぎわうはずなのに、バスの乗れば3台 LRT 路面電車だったら1編成ですよ、この車。それぐらいの力が公共交通にあり、その分降りて歩いてくれればにぎわいになるのにっていう話なんですね。しかしながら、まあ、上田市、長野県、分かりませんけれども、日本全体として見ると、やはり道路公共事業としてどんどん建設してきました。渋滞が発生するんだったらもっと道路広げようよ。まあ、その感覚分かります。ちょっとややこしい図なんですけど、道路建設は誘発交通を喚起して渋滞を解消しない。
まあ、勉強好きな方、ちょっと大学の経済学の先生のお勉強してみてください。ちょっとだけ話をします。ダウンズ・トムソンのパラドックス、聞いたことないと思います。これグラフあって、一番左から自動車の交通量、右の原点から公共交通の利用者、ある A と B の地点、上田から長野、まあ長野じゃないかもしれないけど、別所温泉でも何でもいいんですけど、その期間、区間を一定量の移動需要があった時って、大体公共交通の人と自動車の人ってシェアするんですね。で、渋滞する。よっしゃ、一応広げよう。そうすると縦軸、費用って書いてます。これは時間的な費用も含める。いずれにしても渋滞、道が広がれば、自動車の費用が下がります。あ、早く行けるようになったなと、ガソリンもかからなくすんな。お、じゃあ車に乗ろうぜ。乗るわけです。そうすると公共交通の利用者が減ります。公共交通は利用者が減ると一人当たり費用上がってきます。上がってくるんですね。で、上がるから運賃上げようかとか、サービスを悪くしようか。ますますそうすると公共交通不便になる。そうすると、あ、車良かったな。スムーズに走ってるつもりがだんだん渋滞してきた。この渋滞しても、けど公共交通来ないし、みたいになってくると、もっと渋滞してでも車になってくると、結局金工地はどこに行くんだっていうと、なんと上がってしまって、なんと道路整備前よりも道路整備すると渋滞がひどくなる。パラドックス。これが理論的には証明されています。もちろん一定の条件があります。ってことが実際日本で起こってませんかっていうことですね。ややこしいパラドックスでしたけれども、ちょっとこう謎を知っていただければ、今日少し知恵がついたかなと思ってくださると嬉しい。本当そうなんです。こういう問題がある。じゃあ海外はどうか。まあ、今回、今日から JR 東日本値上げみたいなのがあるんですけども、ヨーロッパ、え、燃料費上がってんじゃん、値下げしてんの。厳密に言うと、オーストリアもドイツも定期券、オーストリアの場合1年間住んでる人だったらサブスクチケット、1日3ユーロですよ。1日450円もしない、年間で15万円。これを払うと新幹線もこれ全部オーストリアの移動ができちゃう。こんなチケットが一昨年発売されました。これみんな買います。なぜかっていうと、まさに脱炭素も含めてこの機会だからやろうぜと、もうこういう発想ですね。むしろ日本は、まあ、日経新聞の報道だと6兆円とか出てましたけれども、ガソリン価格を抑えるため元売りに出したお金が6兆円とか言ってましたけれども、確かにちょっとガソリンがね高くなるのも困るけれども、なんかその金もちょっとうまく使えないかなという感じを持ちます。ドイツもしっかり。で、ちなみにオーストリア、まあ、実は私オーストリアに1年間いたので、ちょっとオーストリアビーキの話をします。まして、音楽好きな人だったらモーツァルトがとか思う美しい街です。ちょうど上田と同じぐらいの規模ですね。まあ、ちなみに都市交通発達してます。まあ、バスもあるんです。トロリーバスなんですけれども、でこれネットワークあるんです。これ実を言うとですね、日本でいうと JR しかり、品鉄しかり、上田電鉄しかり、全部一つの絵です。なぜなのか、上下分離されてるから。インフラは全部基本的には州や国が支えていて、その上を運行サービス会社は地方鉄道だったり連邦鉄道だったり、まあ、国境近いのドイツ鉄道が運行してるとか、まあ、こんな仕組みでネットワークができているわけです。まあ、2つ入ってる。インフラをしているのは日本でいう JR、 その上を運行するネットワークを S と呼んでますみたいな仕組みが出来上がってるということで、インフラを支えてる、じゃあもっと便利にしようぜって言って、実はですね、やっぱり廃止議論あったんです。1980年代、こんな田舎路線だし人口15万でみんな車に乗るよねと思っていたんですが、実を言うと本数を増やして良くしたらだんだん延伸を進めてきてるね。列車が延伸されてる、新線でこうパーク&ライド、車が駐車場でこう PR でこんな駅作って、ここ駅には今もうあれですね、電源がついてるみたいな、こういうことをやってどんどん人が増えてきた、こういうことやるんです。ちなみにそれを支えているのが市民活動、ウェダービジョン研究会と一緒ですね。この背後はなんとね、私もうバッタリ電車の中で会っちゃったみたいな感じなんです。で、なぜこんなことができるか、市民運動が支え、投資する。そこにはですね、あ、日本でも今地域交通計画ってありますけれども、モビリティプランっていう計画があるわけですね。どういうことか。さっき上田車たくさん走ってますって言ってみましょう。やっぱり同じ、まあ同じというよりはですね、だいぶレベル低いんです。やっぱりザルツブルク州からすれば半分の人が車を使ってる。これをなんとかされたいと。上田の8割じゃないんですけどもね。
それを下げる、こういうことを、まあ、この時は2016年から2025年まで、こういうことを立てるわけですね、計画を。はい、こういうことを各地でやってる。で、その計画のベースがですね、今日ちょっとお持ちして、あの知事と市長に渡したんです。3部、聞いたことないですよね。ほとんどしたいと思います。けど今私これ売り出してますが、今日ここで聞かれた方はですね、3部ということを覚えててください。サステナブルアーバンモビリティプランの略でありまして、まあ、あの欧州委員会、ヨーロッパが一つのコンセプトとして提示したものであります。まあ、日本語だと持続可能な都市モビリティ計画って言ったんですけど、この計画の特徴は何かっていうと、まあ、人に焦点を当てる。単に、もちろんコンクリートを作るんじゃないって話ではあるんですけれども、そこで重要なのは QOL を重視するなんですね。このアンチテーゼは収益を重視するか QOL を重視するか、それからプライシングとかのことも考えるか、そしてもう一つのポイントはバックキャスティング。ここが日本の地域交通の計画と違う。日本は渋滞が大きいです、道路を作りましょう、鉄道の需要が減りました、鉄道を減らしましょうじゃない。まず最初にみんなで、まさに交通まちづくり、このビジョン研究会というか、まさにビジョンを決めて、そこからバックキャストする。2050年、どうする SDGs 一緒ですよ。2030年のゴールを決めてセッティングしてやると一緒。そうすると、じゃあここまでにカーボンニュートラルにするためには2030年に何をしなければいけないかってことを逆算していくと、今のままの車の交通量じゃいけないよね、じゃあどうすんのって言ったら、例えば公共交通を少なくとも住んでる人に対してはもうちょっとサブスクのチケットを渡すことによって、シフトしてもらうみたいな、バックキャストから施策が出てくるわけです。こういう仕組み、これは散布の基本なんですね。で、もう一つがその散布で重要なのが関連する政策分野との整合性。さっき言ったように、私は道路も重要だと思うけど、道路だけ作って公共交通改善しないとみんなが不幸になる。両方やる、あるいはバランスを取る、こういう話だっていうことですね。これを統合的に、こういう表紙があって日本語訳出てます。ちなみにホームページで全部ダウンロードできます。で、あとこれができる理由っていうのは、やっぱり公共交通は公共サービスっていう発想が実はございます。だからこれ別に上田じゃないんですね、ザツブルクじゃないんで、大都市、ブリュッセル、ローマ、ウィーン、みんなこれインフラ費用は除いた通常のオペレーションの費用に対して運賃カバー率がどれぐらいか、だからもちろん固定費は大きいですよ。ちょっと多分鉄道事業者さんびっくりされるでしょうけど、これでね、まあ、大赤字ですよ。何これ、運賃でカバーするの5割もないけど、よく考えてみて、公共サービスって考えれば、上田もそうだと思いますが、市民体育館とか市民プール、なんであれ安く使えるんですかっていうと、いや、あれは行政の公共サービスだけれども、料金をいただくということで、じゃあ、あの多分書いてあると思います、運営費の 50% を基準に、料金を設定させていただきましたみたいなの書いてあると思います。同じ発想なんですよ。だから何もなんかとんでもないことやってるわけじゃないんですね。ただ、違うのは、日本は公共交通はビジネスとしてやってるか、行政の公共サービスであるか、さらに金あんのっていうと、もちろんフランスで交通税とかやったりしてますけれど、別にオーストリアなんか行くと、いやそんな税金ないよと、別に時代が変わったんだから一般会計の資金をちゃんと配分し直すんじゃないと。あとここ書いてませんけど、もう一つやっぱり地方はお金が足りないんで、オーストリアなんかは地方公務税をですね、あの財務省は振り分けるんですね。当然税収っていうのは日本もそうですけれども、首都圏と地方では全然税収違うんで、そういう分配をすることによってこれが成り立っているっていうことです。ちなみに路線輸送密度、ちょっとこんなデータがあったんで参考まで。オーストリアの場合、当然本当に人が乗らないとこは鉄道がいいかもしれない。これ大体あの輸送密度500人未満の場合はちょっと不定期の利用と観光利用確認した方がいいよね、まあ、500人以上あったら潜在需要をちゃんと検討して、まあ、750あったらおこれ OK みたいな、このぐらいの基準ですよ、オーストリア。まあ、これコンサルですけどね、政府の見解ではないですけど。あと財政支援構造、さっき言ったようにオーストリアはもちろん日本でいう国土交通省もがお金も出しますけど、財務省、それからあの、まあ、財務省って言ってもこれ日本の自治省に当たるところで、これが州に入る。もう一つ今日言いたいのはこのなんとか書いてこれ文科省です。文科省がドーンとこの運輸連合っていう地域を、あのさっきのザルツブルクなんかもそうですけど、統括した公共交通専門機関がここに金を出す。なんで出してんの？数学割引なんです。
ですね、通学定期の割引、今回もあの運賃値上げに際して国交省からいやいや学生はやっぱり非常に厳しいから通学定期の割引率は縮めないでください、抑えてくださいっていう お触れが出てるんですけど、日本はっていうとそもそも通学定期券の割引を事業者がやってますよね。どこからも金出ない、あ、まあ、時々出るケースありますけど、はい、けどこれって本当は教育社会政策なんです。これ朝日新聞で書いたので非常に反響があったんで繰り返しますけど、どういうことか、なんで通学定期を割り切ってるんですか、あるいは障害者割引もしかり、バリアフリーもしかり、なぜかっていうとそれは学生が交通費の負担のために教育が受けられない、あるいは何らかのバリアフリーができないために障害があっても社会参加できない、そういう人たちに教育を機会を与え社会参加の機会を与えるためにやるわけじゃないですか。そういう社会政策をなんで事業者がやってるんですか。いや事業者は義務があるとおっしゃるけど、事業者がやるってことはどういうことかっていうと、事業者に運賃を払ってる利用者が負担していることになります。地方圏でいうとさっきの上田だと8割の人が車に乗ってるそうですから、それ以外の人ですね、お年寄りと高校生が運賃払って電車に乗ってる、その電車の運賃で払ったお年寄りと高校生のお金で通学割引が成り立ってるっていうね、まあ、経済学的に言えば受益と負担が全く一致してないということで昔から言われてるんだけれども、これもまあ国鉄時代、明治時代に国鉄が採用した仕組みが今残ってしまっているということで、こういうところはもう即刻改めていくぐらいのことが必要です。バリアフリーもしかりです。昨日ラジオでも話をしました。出たところをしっかりやればですね、ある程度のサービスがしっかりできるわけです。本当に広く社会負担する仕組みですよと思うわけですね。ただ、まあ、日本もですね、そうやってもじゃあ全然ダメか、そうではない。一つ小山市っていう事例、これも上田と同じぐらいの規模なんであげたいと思うんですけど、ここも、まあ、民間事業者はここは撤退したってこともあって小山市がコミガスをやってるんですけど、まあ、このモビリティマネジメントということをやって利用者層が達成される、まあ、一生懸命あのこういう市民活動を含めて運動したんですけど、やっぱり聞いたのはこれですよ。7割引き年間定期券、7割引きですよ。8400円、2400円買ったら小山市内のバスいくらでも乗れるんですよ。まあ、買いますよ皆さん。 2.2 倍、コロナ禍であろうが増収すると買う人が増えれば結果的に増収になるんです。それぐらい増えるんです。でなんとさらにそうするとみんながこれもっと使いたいってなって路線が伸びてきたんで、ついに定期券保有者最初の5倍近くになっちゃうと。人口16万の都市です。北関東です。私も北関東いましたけど車社会、それでもできるんですね。こういうことが実際進んでる。で一つ重要なのは当然じゃあその間お金どうする。はい、親もしやっぱりある程度支えてますけど、全体予算の 0.2%、まあ、今今日市長いらっしゃる、いやこれも厳しいなっておっしゃるかもしれないけれども、やっぱり1人当たり837円、まだ払えばいいものできるぐらいのレベルだっていうことですね。で小山市は自国交通計画もしっかりもう策定終わりました。今上田市もやってらっしゃるということなんで、ぜひ参考にしてください。まず公共交通っていうのは都市において不可欠な都市機能であるということなんですけど、都市経営のツールだってことですね。でこれ面白いのはこの政策領域として生活支援交通と都市交通の領域というのを2つを定義してるって規定してるってことなんですね。でもちろんお年寄りも含めた人たちの足を守る、これも重要なんですけれど、とともに都市を発展させていくツール、この両面があるんだっていうことですね。はい、そこを割に明確に歌っている。それでまあ、法律性ってこれ後で言いますけど、国交省はですね最近もう法律性地方の公共交通が傷んでるのは効率が悪いからみたいな言い方をするんですが、これは私は違う。公共交通ってそもそもその事業自体を効率的に運行して収支を合わせることが目的じゃないんだと。それ QOL を上げるためのクオリティオブライフを上げるための政策目的実現のツールなんだ、それ自体の収支率は求めませんってね、結構ね国交省の手引きに反旗を翻してる。ただし効率的にやります。何のためにやるか、政策目的を効率的に実現するんです。まあ、散布と同じ考え方ですね。はい、こういうことを言った計画もできてきていて、実際それが成功しているという事例、ぜひ上田の参考になるかなと。もう一つ、ひたちなか海浜鉄道、
まあ、鉄道ですね、こちら、まあ、茨城県はですね、私はその日立とか水戸に住んでてですね、どんどん鉄道が廃止されていく中で、まあ、日立電鉄が廃止されたときは、じゃあ茨城交通港線ディーゼルでもう遅いし客乗ってないし廃止かなと思って廃止ってなった。そこでけど日立中市が 51% 出資した。多分上田、当時の上田交通、上田電鉄、いろいろ多分ヒアリング来たんじゃないですかね。上田頑張ってるよっていう話で、はい、で廃止だったのが存続が決定しました。まあ本当にいろんなアイデア社長とかあるわけですけれども、やっぱりやったことっていうのは、まあ、この上田も頑張ってらっしゃると思いますけど、列車交換設備を作る、駅を作る、これを基本的に県市、まあ、事業者分っていうのも、まあ、全部公的に負担をするインフラですから、を支えたってことですね。でこうやって刺さってくると、みんなが愛着が湧いてくる。実は東日本大震災で、まあ、東北がクローズアップされますが、実は茨城県のここもですね、路盤が流れて止まるわけです。その時どうしたか。実はこれ日立なんか海浜鉄道を残す時っていうのはやっぱり3分の1ぐらいの反対があったらしいんですね、当時私が聞いたら。でもこの時もう市議会全員一致で即刻復旧費用前橋可決。だって国交省とんでもないことでなってるので、とても国交省なんか手回らないわけです、その東北の方大変なのに。でも復旧費用いきなりパーンと前貸しして、なんと3月の被災対策、7月にも復旧する。まあ本当に市民総出で喜ぶ。まあ鉄道ってそういうところがあるんですね。その後も駅が開業する。まあ細かい話ですけれども、この上田とかでも起こるんじゃないかな、この学校統合。これもね、非常にうまくって、まあ、これ日立の海浜鉄道のこの沿線っていうのに、こういくつかいろんな集落があるんですけど、やはりこう学校を統合しなければならなかったっていうところがあったときに、どうすんねん。鉄道の沿線に学校、鉄道あってね、この秋田、まあ、田んぼのとこに駅作る。大駅じゃない、まあ、学校をここに作る。そうすると、ここの集落の人、ここの集落の人と、こっちの手前の集落の人が、みんなここの電車を使って通って、まあ、散歩。だからまさに交通まちづくり、今ある交通を生かしつつ、通学定期は市が全額負担してますけどね、やっぱりスクールバス出すよりよっぽど安いんですよ。だって走ってるわけですから鉄道は。単にその横に学校を作ればこういうことができる。ってなことでまたみんなの支持を得て、ついにまあ顧客がどんどん増え、直近データ入れました。なんとですね、本当にコロナ、今なんとコロナで落ちた後、さらにまあその学生が乗ったこともあってこんだけ増えてきているっていう。あの正直、上田は先ほど人口減るって言ってましたけど、ひたちなか市の中湊地区も思いっきり減ってきます。学校統合あり、高校は中湊1校と2校がくっつきみたいな苦労があったわけですけれども、やっぱりこういうことが交通からできるんですね。でここから先ソロに延伸しちゃおうと。まあ、上田もですね、そのうちこう市内のライトレールの走ることもおかしませんけどですね、なんかこうなってくる夢が、本当に海浜公園、国営ひたち海浜公園、ひょっとしたらね、コンビラ見に行った方いらっしゃるかもしれませんけれども、そこに行くにあたってですね、まあ、普通の人は車で行くわけです。で、バスもあるんだけど、まあ、大渋滞するわけですね。つまり、だからよそから行くと分かんない。それで鉄道ちょっと遠回りなんだけど、まあ、駅からあとバスをシャトルで出せば行けるよって宣伝したら、特に遠方から来た人はみんなこっちを使ったんですね。やっぱり鉄道のこの安心感って何とも言えないものがある。じゃあここ鉄道にしちゃいいじゃんということで、費用便益分析をやったら、おこいけるねってことになって、まあ国土交通省の認可を取り入れる、こういうことになります、はい、というようなことが起こっていて、まあ公共交通って要するにだから、まあ、外部不経済の話はもうあれです。車よりもやっぱり社会全体のメリットになるんだっていうことが一つで、そのメリットの一つとして、まあこれ国土交通省のマニュアルがいろいろ書いてますが、今日はこの中でもこの鉄道が存在することの効果っていうのをちょっとだけ取り上げよう。でこれ実は前回もお話ししてですね、存在効果とは何かということで、今日は聞いておられるんでしょうか、岡田さん。いらっしゃってます。これ私はたまたま印を見てたら、これこそ存在効果の証明だと思って、思わずでビデオ撮ったの、写真撮って一昨年に持ってきて、心の中のシンボル、地域の人の心の拠り所、これ言ってるよねって使って一昨年話したら、岡田さんが実は聞いてくださってたっていう話があってびっくりした。
そんな辺もあるんですけれども、そうなんです、存在効果ってそうなんです。でそれはまあテレビのそういうレポートがあって、国土交通省のマニュアルにちゃんと書いてあるわけですね。オプション効果、いつでも利用できる安心感、どうですか皆さんは。まあ分かりませんけど、例えば首都圏に行くとか近畿もそうです。駅の近くに家帰ります、高いです、一寸間違います。なんでか、いや、みんな毎日車を運転してる人も買うんです。なぜならば自分が年を取った時にやっぱり交通があったらいいよね、あるいは自分の息子が今度高校に上がるから公共交通で通えるよね、そうなると駅も近いから安心だよね。なんですか、これをね、オプション選ぶ、まあ、車のねオプションとかありますよね。要するにそれが選べるっていう安心感だから、言い換えると、まあ、事業者さんからするとそれ選べるって、今乗ってくんなきゃ運賃払ってないから、全然儲かんねえぞと思われるけれども、社会的には大きな価値がある。それからまあさっきのイメージアップ効果とかね、心の拠り所、まあさっきも岡田さんが喋ってくださったのもいいんでしょうけど、けど心の拠り所とかイメージとかって、いや便益計算できませんけど、だって車のコマーシャルって、この車を作ることによって時速何キロ出て到達時間が何分減りました、故に、500万の車買う価値がありますとかいう宣伝ないですよね。なんか単に俳優が出てきて綺麗な景色走ってるだけじゃないですか。それで、あ、かっこいいなって買うわけです。ってなところは、本当は公共交通だって一緒だぜっていう、そういう存在効果がある。それを考えなきゃいけない。で、まあ、あと時間なくなりましたんで、それでやると実際富山にしても海外を調査してもですね、公共交通が良くなるとみんな行動が変わる。何が変わる、例えばお年寄りが気分転換に出かける、意味あると思いますよ。別に学校にも行かないし、働き場も増えても、やっぱりそう言って気分転換に出て、ひょっとしたら映画を見てくれたらこの上田映劇だってもっと栄えるでしょうし、その前の喫茶店も人は来る、酒を飲んだら金も落ちる、みんなが賑わう、こういうことですよね。でもちろん車も減る、買い物も減る。でさらにいいことに、さっきとってやって映画に来た、お茶飲んでると知り合いができる。まあ今日森さんは家になってますよね。この調査してさせていただいて、本当に富山ライトレールができて友達増えちゃうってね、こんないいことないんじゃないですかっていうのは、あれです。まあ学問的にはソーシャル社会、要するに社会ってのは信頼とか付き合いとかネットワークお互い様で成り立ってるわけです。それによって経済活動、日常生活が成り立ってる、それのベースが公共交通なんだねっていうことで、本当に富山はこの森さんのもとで調査させていただいた、非常に貴重なデータとしてあるんです。ということで、だいぶ時間を経ちましたが、まあ今の話以外にもクロスセクターで、後で森さんからも出ると思います、いかに医療費が削減されるかとか、こういうことも含めて地域公共交通の意味を考えていかなきゃいけません。介護しかり、もう本当に環境防災コミュニティ、あと先ほどは通信市街の地価が下がっているという話ありましたけど、まあ上田市の方々いらっしゃるのも当然ですけど、やっぱり市の税収って見るとですね、半分は固定資産税と都市計画税です。地価が下がるとこれ落ちるわけですよね。やっぱりもともと高かった中心市街の地価が下がってくって、ここが減ってく、この手法も森さんがいつもおっしゃってるわけですけど、やっぱりこういうことも含めて考えなきゃいけないんだってことで、あとでこれもあるかもしれません。じゃあリバースに向けて、上田のリバース、地方のリバース、日本のリバース、まあ頑張ってます。国土交通省も交通基本法なるもの、交通政策基本法なるものを言って、一応こういうこと言ってます。適切に充足されなきゃならない街づくりのツールだ言ってますが、地区活性化法、再生法も変えて結構便利にできますとは言ってますが、で今多分上田市もそれに向けて公共交通計画を作ってらっしゃるんですが、けど結局公共交通計画で何するの、いやそれ作んなきゃ補助金もらえなきゃ、どうやったら補助金もらえるの。国土交通省がですね、 KPI 目標、数値目標の例出してるんですね、いろいろ出てますけど、要はこの3つはちゃんとやってくれよ。何かっていうと、まあ、いかに効率よくたくさん人を運んで収支を上げて公的資金を少なく投じたか、それをチェックしてくれ。待てよと、そんなことだったんだっけ。本当はやりたいのは環境負荷とかね、CO2 削減とか自家用車分担率を減らす、これ一丁目一番地です。さっきの散布で言えば、え、これ何、交通施策の関連性の高いすら入れてもらってない、推奨項目も入ってない、
まあ、選びたきゃ選んでよって思うんだけど、国土交通省の定義は。それじゃ違うんじゃないのと、これは昨日ですね、国会でも話しておきました。はい、ってなことであるので、まあ、やっぱりこれは国土交通省だけじゃできない。多分財務省に言われてこう書かざるを得なかったんであれば、あとはもう本当に地方から声を出していきましょう。交通まちづくりはリバースの有力なツールだし、それによって目指すことは交通事業の収支ではなくて地域のクオリティオブライフであると。でそのために散布という仕組みを使えば、計画においてバックキャストで何があるか決まってくる。施策はしっかり、道路も必要だけど公共交通、環境、土地利用、医療、教育、整合的にやる。それを統合的、まあ、ちょっと日本語が怪しいかもしれませんが、私はインテグレイティッドポリシーっていう言葉を公約してます。そうすると、まあ広い意味で持続可能になる。この持続可能をですね、もう一言だけ言うとね、最近使われ方が悪いんですね。単に維持できる、もっと言えばレールが残る、バス路線が残ることをもって持続可能っていう人が非常に多いんだけど、これ持続可能っていうね、美しい言葉をですね、とっても矮小化してるような気がして、私は嫌いなんです。広い意味でしっかりやってもらわなきゃいけない。でそのために国交交通のサービス水準を、まあ、検討していかなきゃいけないと思います。じゃあどうするのかね。最後は地方交付税の在り方、オーストリアみたいに、あるいは地方債、被災との条件も含め、ぜひですね、もうなんか国土交通省のマニュアルに縛られるよりも、地方から、ね、地方自治の在り方をですね、提言していただく、こういうことによって、まあ、リバースを進めればいいんじゃないかなということで、最後私の話を締めたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。宇都宮先生ありがとうございました。すぐここに原稿が散らばっております。続きまして、基調講演、今日は2つございます。基調講演の2番目は前の富山市長の森さんにお越しいただいております。森さんは2002年から富山の市長さんになられて、ずっと長い間市長なさっておりました。その頃から富山ライトレールを導入したコンパクトシティの事業が評価されて、国土交通省、交通文化賞を受賞されたり、今、ちょっと数年前2021年には市長を退任されて、今、お仕事は梨農園さんですね。ご実家の梨の農園を経営なさっておられます。明日も畑に出られるとお伺いしております。でも現在も交通に関してはずっと関わっておられて、ちょっと長いんですけれども、交通事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検討委員会の委員をなさっています。最近その委員会の結論などが発表されておりますが、今も交通に関しては現役の森正史さんです。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました森と言います。昨日衆議院の参考人、実は私もう3日ほど前に国交省から依頼がありましたが、春の剪定と枝の誘引作業が忙しいので行けませんと断りました。宇都宮先生に言っていただければそれで思います。35分間しか時間がないので、途中走るところもあるかもしれませんが、かいつまんで論点整理をしながらお話をしていきたいというふうに思います。なお、さっき宇都宮先生のお話の中でもご披露がありましたけど、自動運転の時代が来たら解決するということはありえない。もう一つの要素を言いますと、今予想されている自動運転の車はめちゃくちゃ高いです。年金生活の方が買えるような車両価格にはならないと予想されています。なぜなら通信のケーブルが 何層も走って、ダブルトラックどころかどこかが切れると動かなくなるわけですから、バイパスをいっぱい通さなきゃ、分かりやすく言うとそういうことなどを考えるとご理解いただけると思います。矢沢永吉が宣伝した手離して運転なくなりましたですね。日産あれはほとんど売れなかったんだで、結局技術は進歩してから大丈夫だっていう一方で、価格がいくらになるかっていうことを見ようとしてはいけないということが現実的な議論だと思います。いくつかのところが発表されてますけど、例えば300万円の車を買って車検とガソリン代と仮に車の保険までかけてっていうと、
10年乗っても5万ぐらい月に払ってると、あの人によって駐車場も払うとかいうの、でそういうことなども考えてみたときに、月に20万円30万円かかる車はおそらく年金だけで暮らしている人には持てないということだろうと思います。だから公共交通がベストで最適だということだけを申し上げたいわけじゃなくて、それぞれの地域によって最適なものは何かということを探していくことが大事だということです。で今日僕ちょっと資料を作ってきましたが、一番最初にポイントとして見ていただきたいのは、公共交通を軸としたコンパクトな街づくりの公共交通と街づくりにだけ点を振ってあります。でここが一番言いたいテーマなんです。多くの自治体は交通政策と都市計画が乖離しています。交通やってる人は交通だけで考えている、で街づくりやってる人は街づくりだけで考えている。そうじゃないんですよ。交通というのは街づくりの大事なツールなんです。交通で街づくりをするということが大事です。ちょっと具体の名前出して申し訳ないんですが、去年、沼津市に呼ばれて喋ってくれと言われまして、新幹線の中で沼津市の都市マスタープランを見ましたら、三島駅のことなど一言も書かれていませんでした。そりゃそうです、隣の市だから。でも東京から沼津へ行くとき三島駅で降りるのが圧倒的に多いわけですよね。そうするとおそらく書きぶりによっては三島駅とのアクセスの改善ということは都市政策として書かれているべきだろうというふうに思います。陥ったらいけないのはここなんです。交通と街づくり、都市政策と融合させる、こういう視点に立つことが大変大事です。でそれはさっき宇都宮先生にいろいろと言っていただいたように、交通はそれ単体で議論するのではなくて、さまざまな社会的便益をもたらしてくれるのだから、その全体としての BYC の議論をしていかなければいけないということです。でしたがって単体どころか単線で見て、そんなのにコーヒー入れてもまた赤字続くだろうということで議論が終わってしまうのが圧倒的に全国多いんですが、そうではないんだということをですね、みんなで考えていただければなというふうに思います。で富山市は当時発表したときはあちこちのところでドン・キホーテだと言われましたけども20年前に公共交通を拠点軸とした拠点集中型のコンパクトな街づくりというビジョンを発表して、そしてそれを20年続けてまいりました。ポイントを3つの柱があります。1つは公共交通を活性化させることです。言い方を変えると、本来民業である交通に積極的に公費投入をしてきたということです。ここは市民の皆さんの幅広い議論が必要です。どこまで公費投入が妥当なのか、一人一人考え方が違うと思います。当時交通は公共財などという議論はほとんどなかった時代に、交通は公共財だ、海にある灯台を税金で維持すること、誰もが納得するでしょ。船に乗らない人だって、あれがないと物流もできないし海の安全は保てない。そこまでの公共財ではないですけども、準公共財ということについては共感してもらえるのではないかと思います。したがってある程度公費投入をするということを認めようじゃないかということが1番目の柱です。2番目は公共交通沿線地区 に住む人を緩やかに誘導する。後で数字出しますけれども、当時富山市は DID 地区が消えそうでした。 DID 地区というのは1ヘクタールあたりに40人以上住んでいるところを町というわけです。それが40人下回ってしまうと富山市に中心市街地がないということになるわけです。それはなぜかというと、ずっと地方都市はそういう町づくりしてきました。拡散型の町づくりです。拡散型の町づくりをすると地価の安いところに分譲地ができて、みんなそこに引っ越していく。そうするとどうなるかというと、道路の延長は伸び続けていきます。橋梁の延長も伸び続けていきます。除雪の延長も伸び続けていきます。下水道も伸び続けていきます。それが少なくなる若者が将来、すぐ近い将来、若い人たちが負担しなきゃいけなくなるわけです。そもそも農業集落排水なんて更新することを誰も想定してませんよ。もうそろそろ更新の時期来てるわけですよ。そういう維持費を誰が出すのか、少なくなる若者が負担するんですよ。だとしたら少なくともこれ以上の拡散は止めようということが2番目の柱なんです。綺麗ですね、言い方が違う言い方すると、富山市は何やったかというと、交通の便利なバス停、1日60本以上走っているバス路線のバス停や駅から500メートル以内に引っ越してきた人に助成する。1キロのところに引っ越してきた人には助成しない。ましてや郊外に新しく分譲地作ったデベロッパーには1円も出さない。ものすごく不公平感漂うことをやってきたわけです。これも議論しなきゃいけません。
どこまでやることが妥当なのか。しかし、もう一つ言うと、中心市街地に集中投資をしました。バブル崩壊後、全国の地方都市は、ほとんどの自治体は今も地価が下がっています。さっき、宇野先生のお話あったように、ベース財源なんですよ、地価というのは。地価が下がり続けると、固定資産税と土地計画税の課税客点がちっちゃくなるわけです。土地だけじゃありません。新しい建物が建たないと、年々老朽化するから課税客点がちっちゃくなる。そうするとベース財源の税源が減る。そしたらどうなりますか。サービス水準を下げるか負担を上げるかしかないわけです。それを将来市民が感じるような都市のイメージができたらますますいなくなりますよ。そうじゃダメなんです。ここは思い切って右肩上がりの時に常識だと僕らも思ってた、みんな思ってた。地域のどこに住んでいても同じ水準のサービスが提供されるべきだという考え方を一度捨ててしまう。一番地価の高いところの地価を下げないようにすることが地盤沈下を防ぐことになるんですよ。だから不公平に見えるけど、平準的じゃないけれど、不均衡だけれども、一番リターンの大きいところに積極投資をする、これが3番目の柱です。わかりますね。きれいな説明だけ聞いとくとみんな納得すると、今の説明聞くとそんなことでいいのかという気にも当然なる。でも選択なんです。結果は後で申し上げます。そしてLRT などの都市モビリティに投資をすると交通が便利になる、利用者が少しずつ増える、都市景観が良くなる、外出する人が増えてくる。外出する人が増えれば民間は敏感ですから、中心部に集中投資を一緒になってやってくれることになります。そうすると地価が上がる、経済も動く、町に住む人が増えてくる。何よりも市民の多くがシビックプライドを向上させるわけです。いい町に住んでるなと。そうすると都会に行った息子に早く帰ってこいと、そんなブラック企業に勤めとらんと言ってること分かりますね。私は今70歳ですけど、50数年前高校で東京へ行きましたが、当時はどっかいとこ探してそっちで就職しようと親が言っとった。あ、ごめんなさい。そういう時代ではないんです。もうシビックプライドを上げて、ふるさとに矜持や誇りを感じる人が増やしていくことによって人を呼び込むことになるわけです。これが大事です。で、例えばですね、じゃあ公費を投入してどうなるかというと、富山ライトレールというのは2005年まで JR が経営していました。JR が経営していた時代は、平日と休日それぞれ2266人、2045人乗っていたわけですが、2006年に市が中心となって作った三セクで思い切ってサービス水準を上げました。1時間に1本走ったの15分に1本、朝夕は10分間隔、21時20分が終電だったのを23時40分にする、始発も早くする。そうするとこんなに利用者増えたんですね。今も続いてます。で、沿線の人口がそれほど増えてないのになぜ倍以上に増えるか、誰が乗ったのかっていうと、50代、60代、70代の特に日中たくさん人が乗るようになった。1時間に1本の時代はおばあちゃんたち乗ったこともなかったけど、あんなおしゃれなヨーロッパ走ってるのは LRT で低床で15分に1本、それで65歳以上は100円にしました。そうすると用もないけど毎日乗ってるという人がたくさん出てくるわけです。そうすると真ん中にあったスーパーの経営者に電停のからいきなりスーパー入れるようにしようと、そうお客さん来るから喜ぶので、じゃあやってくれと、いやあなたの費用でやってくれと、でスーパーの費用でやる。あと電停は全て民間の費用で作りました。ベンチは全て市民のドネーション、1脚5万円です。あっという間に全部埋まりました。それ以後の整備も全部そういうドネーションを使ってやってきております。それが共有感覚、当事者意識、シビックプライドにつながるんです。たくさんの人が孫の健一の誕生を記念してってベンチになんか貼ってあると、孫の誕生にみんなでまた来るんですね。そういうことなども仕掛けてあります。で、もっと面白いのはこれは市内電車、今はつながってます、新しく作ったライトレール、多分当時はつながってないんですが、利用者が減っていたけど2006年にライトレールができた、つながってないんですよ、全然関係ないけど、新しい路面電車ができただけで少しずつ増え始めて、さらに環状線を作って便利にしたらもっと増えて、駅を富山駅、電停を富山駅の中に新幹線の下へ入れたらもっと増えたわけです。便利にしたら戻ってくるんです。戻ってから便利にするっちになるって、そこをどう考えるかなんですね。当然最初に公費を入れる必要があります。これは面白い社会実験です。
高山本線というのは JR が今も経営しています。この高山本線の利用者を増やすために富山市は思い切った負担をして社会実験をしました。特に上から2つ目、新駅設置って書いてありますけれども、府中宇坂駅っていうこの右の写真ですが、ホームしかないんです。トイレもない。これ1億6000万かかりましたけど、これを市が引いて作りました。いいですか？市の費用で作って完成した途端に JR 西日本に帰属します。JR 西日本はコロナ前の時は大きな利益出してる会社ですよ。なぜ市の費用であんな儲かってる会社のものを作るんだと。当然こういう議論が起きます。しかし JR 西日本さんがここに駅作ってくれと100万遍陳情したって絶対に作ってくれません。株主に説明できないくらいの投資です。でもそこの近くに住んでる市民は困ってるわけですよ、通学や通勤に。だから市民の生活の質を上げるために基礎自治体である市が公費投入する、ちっともおかしいことじゃないかという私の論理で予算を議決してもらったということだけ頼みに、その頃交通政策法も地域公共交通活性化法もなかった時代です。そうやって議論してきました。その他トイレをたくさん作りました。ここでもそうなすぐありませんが、トイレはあるんだけど改札通った中にあると迎えに来たママはトイレ使えないとかだったら、それは市民生活のために作るんだから市の費用で作る、その代わり JR に維持管理をお願いしますよというやり方などをしました。そこでこれを今日ぜひ見てほしかったんです。平成18年から22年までの社会実験をやりました。それまで1日34本走っていた JR 線に市が費用負担を出して増発をして60本弱走らせたわけです。そしたら当然お客さん増えました。で、5年終わった後、今ずっと41本に推移している。ところが増えてるんですね。いっぺん癖になると離れないんです。わかりますか？朝1時から7時の時間帯に1本しか走ってなかった時は乗らなかったけれども、7時台に3本走るんなら乗ろうというふうになってくる。だから朝夕だけでも増発試験を増発をすることは大変意味があります。高校生が時間が合わないからってママが送っていくわけですよ。そう、大渋滞が起きる。福井 の、 越前鉄道ですかね、事故を起こして免許取り消された時に福井市民は懲りたんです。やっぱり公共交通ないとダメだということに。これがすごく物語だと思います。なおですね、なんとか坂というアイドルグループが全国の坂のつく駅にポスターを貼るというキャンペーンをしまして、2人ここの府中坂駅も来たんですが、ポスター貼る場所が1か所もなかったと言ってくれました。そして JR の線における2005年と18年の乗車密度の伸び率、第1位は富山ライトレールです。第3位が今言った高山本線。いいですか？私鉄も含んで上位25路線のうち富山市が関わったのは6線あるんです。やれば増えるんです。それを分かってほしいと思って今日資料を持ってきました。で、そもそもそんなお金どこから出すのかと。ハード整備については知恵を絞らなきゃなりません。社会資本整備総合交付金とか昔の町工とかいろんなもの入れましたし、さっき言った民間企業寄付などもお願いをしました。市民のドネーションも使ったりしました。ですがソフト事業について、富山市の場合、さっき、小山市でしたか、小山何パーセントとおっしゃる、 0.2%。 富山市はですね、一般会計全体の 0.5% を毎年公共交通のソフトに使っています。で、義務的経費を引くと政策的経費のうちの 1.1% を使っているわけです。いいですか？市長の予算編成の裁量の中で使える枠の中の 1.1% を交通に使っています。で、これ中学市全部調べ出したことがありますけど、今は宇都宮が特にですね、路面電車整備してるから、あるいは市によっていろいろです。たくさん使ってる市もあればそうじゃない市もある。これは皆さんが、市民の皆さんが考えられることになるんです。いいですか？財源がないんじゃなくてどこから見つけてくるかっていうことです。で、今は8億8000万から9億程度毎年使っています。さて、人口の集
居住の集積ですが、青と茶色のところが居住推奨エリアです。これは交通の便利なところです。で、この発表したときにここに住んでた人口構成比は 28% でしたが、2025年までに 42% にするのが目標です。誤解のないように郊外に住むことを全否定しているわけではありません。私は梨畑の真ん中にいてこの辺りにいますので、旗は降ってきましたけど自分は都心に行けないので、それはいろいろです。大型犬飼いたいから郊外に行きたい人もいれば、植樹接近で工場の近くにいたい人もいれば、スキーが好きだからスキー場の近く、自由です。でも交通の便利なところを選択してくれる人が28から42になったとするといいです。全体の人口、あ、ごめん間違えた、大体動かなくなると、動かなくなると叩くし、全体の人口が減っていく中であるゾーンに住む人の構成比を上げるって大変難しいです。しかし現在 39.9 まで来ておりまして、おそらく実現できると思っています。で、方法は誘導するだけじゃなくて、駅のなかったところに駅を作るという方法も盛んにやってます。そうすると交通便利地帯じゃなかったところが交通便利地帯としてカウントできますから、もともと住んでる人もカウントする、こういうことです。で、その結果ですね、富山市地価調査で8年連続で全用途平均で上がってきました。駅、新幹線ができてから駅周辺は当然上がりますけど、郊外の分譲地、住宅地も含めた調査ポイント全体で平均が上がりました。これは面白いデータです。政令指定都市のない31県の中の都道府県内の国の最高地価地点、富山県でいうと富山市にあります。これがだんだん順位が悪くなってきて、地価が下がってですね、しかし今上がってきてここまで来ているということですね。その結果、富山市の固定資産税と都市計画税の総和は10年前との比較で 13% 増えました。これは非常に大きい金額です。で、あまりこういう資料見られたことないと思いますけど、これ各都市の市税の総額です。740億とか730億とかが富山市税の総額、このうち下の固定資産税と都市計画税は 46%、47%、 一番大事なベース財源なんです。地価が下がり続けていっている都市というのはここがちっちゃくなっているわけ、そこへ持ってきてコロナが来たわけですよ。ここを上げるというのはすごく大事なことです。もちろん企業の投資による焼却資産の増加ということにも、そういうものも今補助金積極的に出してやってきていますけど、ですからちょっと仕組みだけ言いますと、税金が上がっても上がった分の、例えば固定資産税が40億ぐらい上がりましたけど、30億分は地方交付税が減ります。でも4分の1は残ります。今で言うと10億は自由に紐付きじゃない何にでも使えるものとして10億残ります。それを中山間地の人に使うとか、いろんなことに自由度を増したものを持てるわけです。だから都市経営というのはやっぱりどこかに集中投資をするという見た目の平準的じゃないやり方を市民に納得してもらって、リターンを大きくすることによって財政調整基金、私たちは市町村合併したとき39億でしたけど、私が市長を辞めたときで100億にしてあります、大きな災害が起きても十分対応できるだろうというものはストックとして、それは税収で還流させることが大事です。人口については多くを語りませんが、以前は県外との関係においてマイナスの都市が多かったんですが、ずっとプラスになりました。で、なんで令和2年のまでのものしか持ってこなかったかというと、令和3年赤字になったからです非正規の外国人の転入が極端に減ったので、これは回復するだろうというふうに思いますので、まあ、今年あたりはまたプラスになる。言ってることは分かりません。社会的条件がプラスであればいいっていうんじゃなくて、隣の市から呼び込んだって県全体の人口には寄与しませんから、県外から人を呼び込むということが大事ということです。そこでこれは藤川さんから立っての御用で、交通の社会的便益のうち医療費にどう寄与したかというデータというのはなかなかないからとおっしゃったので、実は京都大学さんと共同でですね、これくらいのものでポケットに入る GPS 機能で歩行歩数を計測できるものを2000個作りました。
で、これをたくさんの人に持ってもらって、回収してシャッフルして、どれを誰が持っていたかわからない状態にして、何人の人が何歩平均歩いたかみたいなことを計測できるものを2000個持ってます。いろんなことに使いましたが、一つは例えばこれ平成30年の7月のこの時期に、中心部に来た179名に持ってもらって町を回遊してもらった。ただしカテゴライズして自家用車で町へ来た人か公共交通で来た人かのグルーピングだけはしたわけです。その結果自家用車で来た人は用が終わるとほとんどの人は帰ってしまう、滞在時間が短いで、公共交通で来た人はダラダラダラといるという、したがって立ち寄り店舗も多くなります、公共交通で来る。さらにこれが富山駅でこれが中心商店街ですが、車で来た人はほとんど中心商店街にしかいませんが、公共交通で来た人はさっき言ったように路面電車の環状線なども使って駅の方へ行ってみたり戻ったりっていうことを、回遊性が高いということなどが分かります。で、ここからが本番なんですが、実はもう15年ぐらい前からお出かけ定期券というのをやってまして、僕も持ってますけど、これは65歳以上の方に限り会員になれます。で、会員になると IC カードを交付されますのでチャージできます。で、これでバスに乗るとどんな遠くから乗ってきても中心商店街で降りると100円です。途中のショッピングセンターで降りるとまともに払わなきゃいけません。富山市イオンもありませんし、大型店ないあんまないんですが、合併前の府中町に平和堂があって大人気なんですけど、そこで降りるとまともに払わなきゃいけないです。我慢して中心商店街まで来ると100円です。帰りも中心部から乗ると岐阜県の県境まで1180円のところが100円になります。大人気です。私は人を動かす要素は美味しいか楽しいかおしゃれだと思ってますので、これ美味しいですね。お得感があります。だから全ての高齢者全体の 24% がこれを持ってます。 24% って今12万弱だからすごい数の人がこれを持ってます。で、1日に2750回使われてる。2750回100円玉で入るってことは27万5千円ずつバス会社に入るってことになる。365日かけると1億円以上になります。富山市は補助金1億円出してます。したがってバス会社は辞めたくない。高齢者の皆さん100円でデパートへ行けるから買うもんないけどとにかく行ってこようとか言って大事なことはバス停まで歩くってで、バスに乗る、町で降りてる、町回遊する、歩く、帰りまたバスに乗る、バス停まで歩く。で、近所のおばあちゃんたちと誘い合って明日行くとかって言って行くわけです。電車も100円です。宇都宮先生、なんとついに高山本線も100円JR がこれ入ってくれて65歳以上100円になります。これはですね、お大人気なんです。そこで僕これ博多で西鉄バスのサービスを一人で視察に行って3日間ほど博多のバスいっぱい乗って思いついたんです。こんな羨ましいけど真似できないです。100円で動ける範囲すごく広いんで、その時にふと気がついて、これは外から来る人だけ使えるというサービスにすれば数が限定されるからやれないかなということでやりました。昔ポートランドという町は町の中は全て交通タダだったんです。そうすると隣のワシントン州からでも来るわけです。で、買い物に、つまり交通っていうものの力ってものすごく強いということですね。さて、これを使ってですね、平成28年に京都大学さんと組んであなたの医療費を調べさせてくださいという同意者を1183名作ったんですね。で、この1183名はお出かけ定期券を持っているグループと持っていないグループに分かります。で、持っていてもよく使っている人とあまり使って、僕みたいに当時の私はほとんど使って、今市長を辞めてからも大ファンです。これのいいところはですね、これで町へ行くとお酒を飲めるということです。素晴らしい魅力ですよ。一つの文化です。コンサートホールへ行って車で行くとマクマにワイン飲むことさえできないわけ。
でもこれでいくとですね、開演前からビール飲んで、幕間にワイン飲んで、終わってからまたアルコールで、あそこ良かったね、これが音楽文化じゃないです。映画見に行って、終わってから、あ、面白かったねっていう話をする。あるいは新たな出会いが生まれる。そういうツールだと思っています。で、これのうちですね、下に書きましたね、いくつかのカテゴライズして分類するわけです、1980年。その人たちの医療費を調べた後、平成30年にこのうち644名にもう一度同意が取れたんです。その人たちの医療費を比較したわけです。生の医療費。ちょっとこんなデータはどこにもないデータです。よくぞ同意してくれると思いますけど。特にですね、国保のデータは市で取れますけど、協会憲法とか、企業の国税年金、健康保険が入っているデータっていうのは、支払い基金は教えてくれないので、本人の同意を得ないと取れないんです。で、大雑把に言うと、平成28年と30年と比べると、どの層も歩行者数が減ってます。これは平成30年、ものすごく暑かったからだと、職員が報告していましたが、本当だ。いずれにしても、これを使っている層、グループは歩行歩数が多いということが分かります。さらに、これは前期高齢者ですけど、一番上の青が1日に4000歩未満しか歩いてない人、一番下の赤が8000歩以上歩いてる人、明らかなんですね。生の医療費で8000歩以上歩いてる人の医療費は下がってる。いいですか。次、後期高齢者、75歳以上、この人たちでも歩いてる人たちがほぼ横ばい。これを使って歩いてる人、実は昨年3回目をやりました。これも京都大学さんに644名のうち270人協力を得られまして、そのうちこれを使っている人が180人、今分析中なので、整理できましたら先生またそこでですね、まあ、とにかく平均値で比較したらどうなるかというと、お出かけ定期券を持っている人と持っていない人の医療費は大雑把に言うと年間1人当たり7万2860円違ってたわけですよ。でそれをさっき言った 24% の2万4972人が持ってるから、かけると18億円の医療費の削減ですと役所のものが作るわけですが、騙されてはいけません。役所というのはすぐこういう資料を作って、私の市長時代はほとんど使ったことなかったけど持ってたわけです。2万4000人の中にはほとんど使ってない人もたくさん紛れ込んでいるので、こんなデータに騙されないように注意してください。でそもそもこれもですね、全国の医療費1人当たりの医療費と比べると歩いてない人でも歩いてない人でも結構安いじゃないかと富山市民、これ嘘があります。このデータは施設に入っている人の医療費も含まれているけど、この一番最初の1100何人というのは歩ける人だから、これと比較しちゃダメなんですが、平気な顔で富山市役所はこうやって並べてます。最後の18億2000万円は笑いを取るために私が作ってもらったもので、あまりにも不正確なので、では少しは正確性の高い計算なんとかならないか。富山市はこの事業にさっき1億円の補助を出していると言いました。この年は1億200万出しているわけですが、この356人、かなり精度の高い体を取れた人のうちの9人は一番医療費安かったんです。で、157人が一番医療費高かったんです。で、この差額は19万3000あるわけだから、このうちの何人かをここへ持ってくればいいわけですね。そうすると、9C の性格の人、これだけ歩く人を528人作ると1億円も取れる。あるいは356分の9が成績良かったわけだから、2万4972分の631人8000歩以上歩く人を作れば医療費での削減で1億円は取れるんじゃないか。で、京都大学の松坂先生の皆さん方はもっと専門的な統計学の推計値を出されていて、この本がおっしゃってるのは7億9000万でした。富山市民の医療費の削減に7億9000万寄与しているだろうと、きちっとした書籍で出版されておられますので、もし機会があればご覧いただければ。で、ここまで言いたいことは、交通の持っている社会的便益、機能、たくさんありますが、そのうちの特に医療費について、生の資料として富
ご説明できたことが良かったと。素晴らしい、ちゃんと持ってきてる。きっと。この本です。公共交通が人と街を元気にするという、これ富山市と京都大学さんでデータを収集して、富山市民の生の医療費を分析してまとめていただいたものです。で、今3回目の調査の分析なさってますから、さらにブラッシュアップしたものもおそらく今年から来年発行されたと思います。もう一度申し上げます。交通を単体で議論を終わらせてはいけません。交通の単体で BYC の議論を集結させては何にも始まりません。そうではなくて、交通政策と都市政策の融合をさせて、そしてまちづくりの成果、都市政策の成果としての都市のリターン、あるいはクオリティオブライフの上昇、シビックプライドの上昇、そういうものを見ていく必要がある。そのことをしっかり受け止めてほしいと思います。気がついたら3分残ってるんで、おまけを実は面白いデータがありまして、1969年4月2日から1970年4月1日に生まれた学年、現在52歳の学年です。これは昭和62年に17歳で高校3年生でした。高校3年生の時のこの学年は富山市民6080人おりました。翌年から激減します。私もその一人でした。高校を卒業すると東京へ行きました。僕は24歳の時に帰りました。富山の人たち結構帰ってくるんですね。全員が U ターンばかりじゃありません。出てった地の人もいれば、でも I ターンで来る人もいるわけで、現在52歳で17歳児の 98.5% いるんですよ。全然絶望的じゃないです。これ働き盛りですよ。納税額も大きい、子育てもしてる51歳の人です。なおでさらに言うと、女性がすごいんです。 99.9% なんですね。令和4年で今年 100% にならないかなと。52歳の人いらしたら富山市に住民票移動してるでも言いたいこと分かりますね。出てきた記事じゃないという細かいデータを作ってみると、結構ワクワク感もあれば、未来に明るさも感じてくる。で、問題は20年前には東京で働いてる人が北陸支店に転勤って言われて、家へ帰って奥さんに言うと、奥さんはおそらくですね、金沢だったら行ってもいいけど富山はお父さん一人で行きなさいと言われていたに違いない と思います。しかし今は一緒に行こう、子供も行こう、教育環境もいいし、だから例えば令和3年に一旦落ちてるのに帰る。52歳の女性が一人でふるさとへ帰ってきましたと、ちょっと想像つかないので、おそらく家族で来てる。で、来ていただくと雇用はすぐあります。この間私に会った方は車の免許を持ってなかったので、今自動車学校ってますって人がいました。でも公共交通を充実していれば、そういう方々も家族で来れるということになります。それは人口力にもつながるということですね。これでちょうど30分ちょうどでございまして、最後に一言、怖くて他の学年の調査はしておりません。